いやー、これはね、本当にすごいよく作られております。チャンネル登録お願いします。皆さんこんにちは、ジソウルグブルダーヒロミだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴクリエイタースペースジェットコースターです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年の8月に発売された新しいレゴクリエイターです。箱のジェットコースターの時点でめちゃくちゃ完成度が高いことがわかります。あ、ちなみに僕は4年前にこれの海賊がモチーフのローラーコースターを作ったんですけど、あのセットは本当に素晴らしかったので、今回のスペースジェットコースターもすごい楽しみです。今回のローラーコースターは宇宙モチーフになっていてめちゃくちゃ面白いです。こちらのレゴクリエイターにはライトブロックがついております。で、こちらはスペースジェットコースター以外にフリーフォールやスペースフライヤーに組み替えることができます。箱の後ろ側はこんな感じです。こちらの定価は 14,980円で、ピース数は874個です。いつもだったら編集で飛ばしてるんですけど、今回はじっくり開けたいと思います。せーの、よっと。おー、はい、中にはパーツが入った袋が全部で11個入っております。で、あとはこのグレーのベースプレートとこちらも入っておりました。ちなみにこちらの中身は組み立て説明書が入っております。いやー、大型レゴ久しぶりに作るので、これはすごい作るのが楽しみです。では作っていきます。スペースジェットコースターです。はい、完成しました。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で3時間半かかりました。いやー、これは作るのがめちゃくちゃ大変でした。そしてこのジェットコースターなんですけど、めちゃくちゃ素晴らしいです。はい、ではまずは今回付属するミニフィグについて説明したいと思います。今回付属するミニフィグは全部で6体です。まずはこちらの銀河探検隊の赤ちゃんのミニフィグです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。大きさについてはマイクロミニフィグサイズになっております。色は違うんですけど、銀河探検隊の隊員となる
並べるとこんな感じで、プリントパーツまでしっかり再現されていて、非常によく作られています。はい、続いてはこちらが、スペースジェットコースターのクルーです。全体はこのようになっていて、胸には銀河探検隊のマークがあったりと、服装も宇宙隊員みたいな感じですごくよく作られています。続いてはこちらの宇宙飛行士です。全体をぐるっと見回すと、このようになっております。これも先ほど紹介したジェットコースターのクルーと同様に、胸には銀河探検隊のプリントパーツがあります。で、この付属のパーツを使って、このように付け替えることができます。おー、いや、これいいね。このヘルメットもすごいよく作られております。はい、そして最後はこちらの親子3人です。裏側はこのようになっております。この男の子の服のプリントパーツが銀河探検隊のミニフィグになっているところがとても可愛いです。で、女の子のミニフィグのプリントパーツは銀河探検隊のミニフィグの頭部になっております。で、こちらのミニフィグ4体はリバーシブルフェイスとなっておりますので、はい、このように頭部を変えることができます。宇宙飛行士は喜んでる顔になっていて、子供2人はびっくりしてる顔になってるんですけど、このミニフィグについてはもう完全にもうやばいですね。レゴクリエイターエキスパートの絶叫ローラーコースターにもこういうミニフィグありましたね。はい、続いてはこちらを紹介しましょう。ちなみにこちらは遊園地とかでよくあるお金を入れたら動く乗り物です。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。この部分がスペースシャトルになっております。このスペースシャトルなんですけど、小さいパーツがたくさん使われていて、すごいよく作られております。で、説明書ではこの赤ちゃん宇宙飛行士をここに乗せて動かして遊ぶ感じです。おお、倒れちゃった。ちなみに赤ちゃん宇宙飛行士はこのスペースに乗せる感じですね。特にパーツとかで止めることはなくて本当に乗せてるだけです。なので、こんな感じで倒れちゃいます。とりあえず普通のミニフィグを乗せてみたいと思います。じゃあ行きます。おお、取れちゃった。はい、こんな感じです。ギミック自体はシンプルなんですけど、すごいよく作られております。はい、続いてはこちらのスペースジェットコースターです。いやー、これはね、本当にすごいよく作られております。コースも4年前のローラーコースターは円形だったのに対して、今回は8の字型になっております。では、近くで見ましょう。まずこちらが搭乗口になっております。搭乗口のこの建物は、月面の宇宙基地みたいな感じになっていて、すごいよく作られております。上部にはパラボラアンテナがあって、この部分で植物を育てています。ちなみに蓋はこのように開閉することができます。で、中の植物はこのようになっております。ちなみに天井部分は簡単に取り外すことができます。ちょっと分かりづらいと思うんですけど、内部はこのようになっております。裏側から見るとこのようになっていて、裏側は乗り場になっております。ちなみにこの部分はこのように回転します。この部分は本当によく作られております。そして上り口にはこの地球があります。この地球の模型もすごいよく作られております。そして入り口部分にはなんとエイリアンがいます。これは壁に埋め込まれているタイプのエイリアンです。で、4年前のローラーコースターにはこういう看板はなかったんですけど、今回は看板があります。ちゃんとスペースって書いてあって、スペースシャトルと月が乗っております。そして急降下する部分はこのようになっていて、これが隕石で、これが土星で、これがロケットになっております。そして下の部分にはこういう探査ロボもついております。で、この探査ロボなんですけど、小さいパーツですごいよく作られております。続いて隕石はこのようになっていて、この隕石にはライトブロックが使われていて、この部分を押すと、はい、こんな感じで光ります。別角度から見るとこんな感じです。続いてこれが土星になっております。土星の周りはオレンジ色のクリアパーツでしっかりと再現されております。そしてこのロケットはこのようになっていて、ロケットの造形めちゃくちゃよく作られています。ちょっと上から煽ってみるとこのようになっていて、いや、これはね、迫力満点ですね。そして僕がめちゃくちゃ感動したのは、この急降下する部分になんとカメラがついております。4年前のローラーコースターにもカメラがついておりました。で、このスペースコースターにはこちらの光るブロックがついております。なので一回明かりを落としたいと思います。では行きます。はい、こんな感じで光ります。こういうパーツがあることによって、星空とかを再現されているところがとても素晴らしいと思います。はい、こちらがコースター本体です。今回はスペースシャトルがモチーフになっております。コースターについてはスペースシャトルと一緒で、白と黒がベースになっております。裏側にはバーニアがついていたりと、すごいよく作られております。はい、それではレールを走らせたいと思います。まずはミニフィグなしで走らせたいと思います。では行きます。はい、こんな感じです。今回のこのレールもすごい滑らかに動きます。あ、ちなみにこのコースターが通った際に、この部分が当たって隕石が飛び出ます。では行きます。あら。では行きます。はい、こんな感じです。
い、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。今回は説明書みたいな感じでこのように配置したんですけど、これはすごい雰囲気が出ております。で、僕がこれ感動したのは、なんと子供のミニフィグをこのように乗せれることができます。ではこのまま動かします。あの最後に余談なんですけど、僕はこのスペースジェットコースターで一番作るのが大変だったのは、こういった小物系を作るのがすごい大変でした。はい、レゴクリエイタースペースジェットコースターはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースペースジェットコースターを組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたジェットコースターはパーツがたくさんあって作るのがすごい大変だったんですけど、作った後の組み応えはとても素晴らしかったです。このレゴクリエイターはこの4年間ですごい進化を感じられました。4年前に組み立てたローラーコースターと違って、テーマが宇宙になったり、コース自体が8の字になったりと、いろいろと変化していました。看板とかロケットとかの飾り物の造形がすごいよく作られていて、とても素晴らしいと思いました。こちらのレゴクリエイターはジェットコースターや宇宙系が好きな人にはとてもおすすめできます。次の動画ではこちらのスペースフライヤーに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。